もっとそのネガティブな話も聞きたいんですけど。ああ、ネガティブね。喧嘩が増えたとかあったんですか。新1年生は最近学校がちょっとリアルに再開が、中央区も6月1日から分散登校が宣言されたので、ちょっとその勉強しなくてはいけないとか、あと朝おはよう東京を見て勉強しようって約束してたんですけど、東京都が用意したテレビですね、 MX テレビの、そのテレビを見たくないとか、いろいろちょっと勉強とか学校に身構えるところがあって、そこの波に触れると荒れるっていう、難しかったんだと思います。難しいですね、自分の気持ちが。で、まあ、今回コロナで分かったことが、やっぱり家の中でみんなで解決しなければならないっていう状況の中に、家が苦痛になると辛いし、そういったことがないように地域とか社会でも寄り添わなきゃいけないじゃないですか。と他の地域でよく聞く話が、小学校の課題が多くて、子どもとの関係が難しいとか、その仕事と保育の両立が難しいので子どもに当たってしまうとか、やっぱり家の中に全てっていうのは難しいので ね、次またステイホームがいつあるかわからないんですけれども、少しでもそこ家庭の空気が良くなるような、そうですね、支え合いが必要だなと思いました。結構ね、やっぱりね、どこ見てても思うのが、中央区オンライン授業どうなんできんのどうなんので、どういう方向性みたいな、ほんまに実現すんのみたいなところなんですけど、私もそこは重要な課題だと思っていて、はい、まあ、去年から私もそうですし、去年から議員になったものはかなり発言しているものも多い。この今回そのズームを1日 4,5 本入ってたんですが、そのうち1本か2本は常にそのオンライン教育とか ICT を活用した学校の事例とか、まあニューヨーク、香港、シンガポールと、そういった日本人学校の先生のお話とかいろいろ聞かせていただいてきたんですけど、もう文科省が言ってるように、やらないことが罪だ。あ、文科省そこまで言ってるんですね。そうなんですよ。4月末の通達の後、まあ、会見とか YouTube もだいぶ話題になってまして、もしあのご希望ある方いたら。そんなん僕知らなかったです本当に。あの文部科学省の YouTube がものすごく燃え上がってまして、熱意 で、まあ、そういった発言もあって、もうやらなくてはならないっていうところを、まあ、今回コロナで心が一つになった時だと信じてます。今だからそういう意味でチャンスですよね。チャンスですよね、はい、国もそのギガスクール構想っていうんですけれども、回線環境と端末の整備、ギガ GIGA、ギガスクール構想っていうところで、国が大きな予算をもう取ってきたので、あとは各地域でそれを執行する、使うっていうだけの状態になっているので、だいぶ基盤、大元の基盤的にはもうその予算までもいってて動き始めてるんですよね。そうなんですよね。で、その予算を必ず使い切ってほしいというようなメッセージなんですよね、その YouTube としても、まあ、もちろんそこで私たちもその執行に向けて全力で挑もうというのが今年で、中央区においてもそういう年になったというふうに思ってます、ネットとかでは本当にね、23区横並びにしてまとめとか作られてますよね検討中、検討にもならないとか中央区どう、僕もはっきりちゃんと見てないんですけど、最初オンラインホームルーム始めた頃、トップランナーじゃないですけどいい位置だったと思うんですけど、徐々に落ちてきてるなっていう感じで捉えてるんですけど、最初オンラインホームルームなんて無理だっていうところから始まって、で特任校の端末とか回線とかいろいろ確認をして、なんとか全部の学校でできそうだっていうことで、先生方に頑張っていただいて、まあ、全部の学校でオンラインホームルームに行った、この時マックスだったと思うんですけども、じゃあ家庭とのつなぎで何か学習してるかというと、そこはできていない、ゼロベースなので、まあ、隣接している千代田区とか港区はもうその動画の配信であったり、部分的な双方向とかそういったところを実現しているというところもあるので、まあ不安やまあ焦りとかもどかしさを感じている保護者の方はすごくいらっしゃると聞いてます。
はい、今回は、ちょっといつもと感じを変えて高島彦議員に会話方式でいろいろ聞いてみました。ありがとうございました。ありがとうございました。おかげさまで私自身も5月から区議会議員の2年目を迎えました。2年目を迎えるにあたって会派を新しい中央に変わりまして4人の会派で活動を始めたところです。中央区の今回のコロナの対応も含めて区民の皆様の信頼を必ずしも得られるような対応ではなかったというふうには思っています。それはホームページ上の情報共有であったり先ほど話題になったオンライン教育であったり子育て支援であったりそういったところを、まあ、次により良いものに変えられるようにきちんと伝えていきたいと思いますしそういった区政や議会であるように私も引き続き活動を続けていきたいと思います。皆様の声を届けてください、はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。